天野主審は日本の合唱指揮者、広島県2日市町出身、ストック高校グリークラブの創立者、初代指揮者、音楽監督を務めた、広島県立国大寺高校在学中に合唱を始め、同志社大学ではグリークラブに所属、当時同志社グリークラブ常任指揮者だった福永洋一郎に指示、ただ竹彦とも親交が生まれた、卒業後、 九丸全石油に就職。この頃から母校国大寺高校合唱部で合唱を教え始め、その後、産業女子高校音楽部や九州、産業大学グリークラブでも合唱指導を行う。昭和43年に、ストック学園の英語教師として就職。すぐにグリークラブを創立し、その指導にあたる。定期演奏会開催や全日本合唱コンクールに、 参加し、本選において10回の金賞受賞に導いた。移植活動も、精力的に行い、日本男性合唱会の発展に寄与したと言っても、差し支えない。広島県合唱連盟の養殖を歴任。また広島合唱会の旗振り役、牽引役を務めた。ストック学園定年後もグリークラブの指導に当たったが、平成12年に優待。その後は、 広島同士者混声合唱団に安徳、高校グリークラブ OB u 市で作る広島オルフェオンの常任指揮者を歴任。合唱指導者として活躍。音楽の守備範囲は広く、男性のみならず、女性、混声なども手掛けた。平成16年7月、旅先の鳥取県の温泉にて倒れ、そのまま現地にて死去。去年65、ストックグリークラブ指揮者時代は、 海外演奏にも精力的に出かけ、特にアメリカ音楽の殿堂カーネギーホールでは3度の公演を成功に導き、また第3回世界合唱シンポジウムではカナダオルフィウムシアターにて演奏。ありがとうございます。